スティーブ・バウアーは、カナダ、セント・キャサリンズ出身の元自転車競技選手。1984年のロサンゼルスオリンピック、個人ロードレースにおいて、金メダルのアレクシー・クレウォールと、同タイムゴールの2位。ロサンゼルス五輪終了後に、プロ転校。1985年、ラビ・クレールに加入した。同年のツール・ド・フランスで、総合10位に入り新人賞を獲得。 1987年のジロでイタリアでは、総合10位に入った。バインマンに移籍した1988年、ツールドフランスで5日間、マイオ・ジョーヌを、検事、総合4位。1989年、ドーフィネ・リベレト・チューリッヒ選手権を制覇。また、1990年のツールドフランスでは、9日間、マイオ・ジョーヌを検事した。1996年、 12年ぶりに五輪出場となったアトランタオリンピック個人ロードレース出場を最後に現役引退。引退後はツーリングを目的としたスティーブ・バウアーバイクツアーを設立。2008年チーム RACE プロのレース監督に就任。その後チームスパイダーテックのオーナー兼監督となり現在に至る。 1981年、1982年、1983年、1984年、1985年、ラビクレールに遺跡1986年、1987年、1988年、バイマンに遺跡1989年、1990年、セブンイレブンに遺跡、ありがとうございます。